エネルギーナビゲーター、大畑春美がお送りする、星読みつれずれ草97。今日は、新月と満月の願い事、2018年5月15日、大内田新月24度36分、それと、えー、5月29日の伊手座の満月8度10分の、えー、メッセージをお届けします。はい、皆さん、こんにちは。大畑春美です。 えー、久しぶりのエネルギーナビですけれども、えー、5月は私が、えー、14日から日本の方へまた、えー、どうしても一時帰国をする必要がありますので、 えー、この新月と5月の新月と満月は一緒にエネ g ナビをちょっと一足先にですね、お届けしたいと思います。えー、本当に今、あの、すごいこの5月は大きなターニングポイントになっていきます。で、私も本当に目白押しでいろんなイベントが来てるし、えー、いろんなことが起こってるんですけれども、やっぱりここはしっかり皆さんにお伝えしなきゃいけないなと思ったので、今、大急ぎでですね、資料を作りましたから、えー でえー、そんなに詳しく詳しくは詳細化してきませんけれども参考になさってください。 はい。まず、だ、先にですね、お知らせをさせていただきたいんですけれども、えー、前回の NG ナビでも、えー、皆さんに、えー、お約束しましたけれども、第6回の有料ウェブナーを5、6月の16日の、この日も新月なんですけれども、えー、日本時間午前10時から12時まで、えー、皆さんにご提供する予定です。えー、このテーマはですね、4月の17日にカイロンがオフィス座にイングレスしました。 ね、今までずっとえ7年ぐらい噂にいたんですけれども、カイロンが今度お羊座に入ってきて、そして、えー、天皇制もですね、この5月の15日、実は今回の、えー、新月はですね、あの、 この5月の15日に起こるんですけれども、天皇星はその数時間後に、えー、ほとんどのところは同じ日ですね。日本の皆さんはちょっと先に進んでますので、16日の、えー、0時何分ですけれども、になってしまいますけれども、天皇星がいよいよ大石座にイングレスします。ねえー、日本の皆さんにとってはこの天皇星のイングレスは非常に大きなインパクトがあると思います。えー、2011年にですね、3月11日に、 えー、天皇星がお羊座に入る直前にですね、えー 東北大震災が起こってますよね。ですから、あの、そこで、えー、日本に示されたいろんな点名みたいなこと、それをもう一度しっかりと見ていくということが、日本の皆さんにとってはとても大事だと思います。で、本当はこの5月にですね、このオシザのイングレスのお話もしたかった、オシザのイングレスのお話も差し上げたいんですけれどもご、ごめんなさい。体が一つしかないので、えー、ちょっと1ヶ月遅れになりますけど、この、えー、ウェブナーを皆さんにご提供いたします。 えっと、詳しいのはですね、また別の動画でですね、お話ししていきますけれども、内容は、えー、カイロンの基礎知識ですね。カイロンのことについて教えてくださいという、えー、ご要望が非常にたくさんありますので、えー、これはに本当は一つ一つのね、ウェブナーが必要なぐらいの内容なんですけれども、 えー、今回はどうしても私の時間の都合で、えー、2時間でコンパクトに回路の本当,に本当に基本ですね。そしてお羊座にイングレスするのがどういうエネルギーかということ。そして天皇星の基本的な知識と、えー、2018年の,あのあごめんなさい。これは逆光じゃないですね。うんと、お急ぎで作ったのでごめんなさいね。えっ、ー、と、天皇星。 おうしざ、イングレス、解説ですね。はい、ごめんなさい。を、えー、してですね。そして、ハウスごとの活用法は、これはですね、カイロンとおうしさが、こう、皆さんのハウスね、徐々に移っていきますから、それを総合的にどんなようなことを大切にしたらいいかというようなことを簡単にですね、お話ししたいと思います。 で、前回も、えー、皆さんにあのお願いしたんですけれども、あの、えー、っとですね、今回から、えー、有料ウェブナーは111ドルを正規の値段とさせていただきます。ただし、早割と優待価格はありますので、えー、受付はですね、5月15日から受付けます。もう私、日本に入ってますので、えー、受付開始になりましたら、まあ皆さんに、えー あの、ご連絡差し上げますから、いつもの手順で、えー、申し込みをしてください。えー、これがですね、カイロンがおし、おしだにイングレスした時の図ですね。前回のエ N ジナビでお話してますけど。で、今日ちょっとだけ触れますけれども、5月15日、もしくは日本の場合16日ですけども、えー、天皇制がおしずだにイングレスする時の図がこれです。はい。で、えっ、ー、とですね、えー、早割特典は、 5月15日から受付し、あの、開始で5月31日までにお申し込みいただいた方はですね、今回から20%オフで88ドルで受けることができます、えーおも。お支払いは6月の4日までに完了してください。6月1日以降のお申し込みは正規料金になります。えー、また、えー、コンシャスネスアストロージー入門コースの受講生の皆様は40%オフで66ドルで受講することができます。こちらはですね、受講生の皆様に直接、えー え、メールでご案内しますので、そのメールについているリンクからだけしかお申し込みできませんので、えー、そちらの方でお願いします。まあ、この辺の申し込みのメールとかもですね、5月15日の直前ぐらいにですね、前後して皆さんにお届けしたいと思います。まだちょっとそこを準備する時間がないので。で、同じように6月1日以降はお申し込みは正規料金になりますので、ぜひご,ご利用くださいと。はい。 それでは、えー、いよいよ、えー、お急ぎで、えー、満月、新月、新月、満月のお話をしていきたいんですけども、えー、今回の、えー、新月はですね、えー、つい、ついほんと数日前に、えー、サソリザのパワフルな満月を迎えたばかりですけれども、えー、まあ、一足先に皆さんにこの新月データをお届けしたいと思って今動画を作ってますけれども、なぜかというと、本当にね、この、 この大石座での24度36分で新月があるんですけれども、えー、まず、あ、ちょっとごめんなさいね。これ間違えてますね。5月15日ですね。もう本当に急いで作ったのごめんなさいね。あの、えっ、ー、と、US の方はですね、パシフィックスタンダードタイムは午前に6時11分です。で、日本の皆さんの場合は同じ15日の午後8時47分になるんですけれども、えー、オ座ィの24度36分で新月が あります。で、えっ、ー、と、この新月は、やっぱりこの、この間のサソリザのですね、満月で、本当に大きくですね、いろいろいらないもの、を内側をよく見返ってね、リリースして、後でですね、起こる新月で、ここでですね、この2020年までの大きなシフトの目的をですね、皆さんなりのゴールをですね、しっかりと種を植えていくときだと私は思います。 えっと、また今度の、えっ、ー、とオラ、オラクルカードリーニングでも皆さんにお伝えしますけど、今週のオラクルカードリーニング、あの、2日ぐらい前に配信してますけれども、そこであの、サンタフェの、あの、タオスポエブロでと買ってきたですね、あの、ネイティブインディアンの、あの、アメリカンの原住民の、あの、種をずっと、次の年に、あの、まく種を入れるポットをですね、えー、皆さんにお見せしたと思うんですけれども、あの、ポット、 とに、やっぱり私たちの思いをですね、そこにしっかりと置いてですね、えー、ライン、あの、何んですかね、ご方全ってうんですかね、オルターに、の前に置いてですね、一年、これからの自分を見返っていくような、そんな作業がとても大事だと思います。えー、皆さんも何か種をまくような、まあの、その、 新月の願い事ね、いつもノートを書くんですけど、えっ、ー、と、ノートでもいいんですが、今度はちょっともう一,一枚か紙をに書いてですね、それをしっかりおってですね、何か瓶とか、そういったものに入れておくというのはいいかもしれません。えー、りえちゃんと私はそれを、えっ、ー、と、まあ、この新月の日を私はもう、あの、東京の方に飛んでますので、えっ、ー、と、飛行機の中だと思いますから、えっ、ー、と、できないんですけれども、りえちゃんとそういうのやろうね、というお話はしてます。で、えっ、ー、と、 こ,とこのね、えー、まずアストロヌメロロジーからお話ししていくとですね、あのー、この2018年は何度もずっとお伝えしてますけれども、えー、11のマサナマになる年ですよね。で、あのー、この11というのはゲートウェイでもあるし、1という自分ともう一つ 出していく、あの、しっかりとね、自分の立ち位置を持って出していったときに、えー、きちんとですね、あのー、 本来の自分との魂の声に従って生きていけるような、そういう、あの、非常にスピリチュアルな、ある意味厳しいマスターナンバーであります。で、1たす1は足すと2になるんですけど、マスターナンバーの場合、普通は、えー、リデュースしませんけれども、えー、ここをですね、ちゃんとマスターナンバーであるということを認識しないまま流されていくと、2だけのエネルギーになりますから、これはどうしても受け身的な、 しっかり受け取ること大事なんですけども、受け取っただけで自分がこうしたいってことなしに、周りの選んだエネルギーに流されていくような生き方をしてしまいますから。で、これからお話ししていきますけれども、えー、5月はですね、えー、この11に5を足すと16になるんですね。で、16のエネルギーというのは、まあ、タロットで申し上げますと、タワーのカードなんです。ね。えー、本当に象徴的な、えー、新月です、この新月は。 私はそう思います。なぜかというと、この新月、新月図先にお見せしますけれども、えー、これが東京の新月図です、ですけれども、えー、新月は、えー、ごめんなさい、これ満月ですね。えー、新月こっちですね。えー、新月はですね、えー、大牛座の24度36分でですね、日本の皆さんの場合はごハウスで起こるんです。で、えっ、ー、と、このアセンダントがね、伊手座の 22度なんですよね。で、こ、これはですね、私にとってもすごい、あの、えー、度数です。私のネータルの月はですね、池田の22度にあるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとパッとお見せしますとこうなるんですけど、私の場合は、この時は日本にいますから、やっぱりね、この私の池田の元々の月のところにアセンダントが来るということで、やはりこの自分の、あの、ずっと、 過去世からずっと培ってきた、この部分が非常にアクティベートされてきますよね。で、ちょっと見ていただきたいんですけれども、この、あの、天皇星が29度59分、本当にもう最後の最後の度数のところにいて起こります。そして、数時間後、これ皆さんの場合は、8時47分、ほとんど9時ですけれども、9、10、11、12ですよね。あの、3時間ちょっとしたあたりで、えこれが、 あの、おし座ちょっと待ってください。あの、かよ、天皇星がおし座にイングレスしていきます。ね。えー、12時16分ですね。6時16分。この時も、月は26度まで行ってますけれども、あのー、ですからね、あの、この天、この天皇星のエネルギーが、本当に、あの、おしつ座の最後のクリティカル度数にいて、新月があって、ちょ、その直後に、いよいよ、 イインンググレスして買えるというタイミングなんですねここがどういうことかというのは、えー、次回のウェブなんで詳しく申し上げますけれども、ここで撒いた種がどれだけ大きなインパクトで、 あの、本当時間と空間を超えて、すごいスピードでマニフェストしていくかっていうことを皆さんによく理解していただきたいなと思います。なぜかというと、このタワーのカードはまさしく天王星のエネルギーなんです。ここに稲妻がライトニングはバッとこの、あの、この塔のてっぺんのところのね、この王冠のところに入ってですね、バーンと壊れてますよね。まあ人も落ちてきてますけども、タワーのカードというのは確かにちょっと怖いような 気がしますけれども、実は私たちが何か自分の中で、塔の中に入って、何、えー、て言うのかな、社会のいろんなあの基準とか、外側のいろんな基準に自分を檻のように、あの、はめ込んできて、この、 造形の塔とかね、こういうタワーの中に自分が、まあ、うんですかね、老朽のように閉じ込めてきた自分を本当に皆さんそういう生き方でいいんですかあなたの魂が望んでいる生き方してますかという形で大きなライトニングのエネルギーを与えてくれているのがタワーなんです。ですからタワーというのは本当に急激にやってきますけれども大きなシフト、大きなチェンジをしてくれるのがタワーです。 で、この、このタワーのカードってね、まさしく天皇星のエネルギーそのものだなって私は思うんですけれども、それが今回こう起こってくるんですね、この、この5月は。本当にこの5月は、大きくパラダイムがシフトしていきます。エネルギーがシフトしていきます。もうそれは、えー、4月のカイロンが、いや、あの、オシツザニングレスした時から始まってきてるんですけれども、そして、えー、こ,この、ここでですね、しっかりと種をまいて、 大きく本当の自分の魂の声に聞いていき始める時です。それをしないと、そ,そういう。 大きく自分の本来の自分、自分のユニークさを認めて、自分らしく生きていけるすごいチャンスをもらってるのがこの新月です。ね。ですから16を、えー、リデュースすると1、1たす6は7になって、7はチャリオットのカードですね。そして旅に出ていきますね。前に進んでいきますね。そして陰と陽のバランスを取ったりとかね、してますよね。もう月もここにあるしね、いろんな象徴あるんですけども。ですから、 ある意味でこれ勝利のカードでもありますから、このようにチャリオットとして前に進んでいけるすごいエネルギーをもらえるときです。だけれども、恐れで生きてですね、私は本来を超えて生きていきたいんだけれども、でも、周りがこうだから、親がこうだから、家族がこうだから、というふうな周りのいろんな条件を言い訳にして、自分の本来の声に、 を聞いて生きていこうとしないままず、ずざずざずざ,ずざと言っていると同じようにこのシフトするエネルギーきますけれども嫌な形で変わらせられます。まだ心配だからまだ怖いからわかっているけどでもお金がないから、えー、この仕事は辛いから辛いけど好きじゃないけどやり続ける。ね。この人間関係このパートナーシップはもう本当にあのワクワク生きていけない 自分らしく生きていけないでも、別れてしまったら不安でいやどうやって食べていけるか分からないからということで、えー、我慢我慢をして生きていくような生き方をしていると、そこで突然、例えばパートナーが亡くなったり自分が病気になったり、交通事故にあったり、解雇されたり、何か、何かいろんな形でですね、えー、自分で変えよう変え、変えようとしなくても変えらさられるエネルギーが、この、 新月のエネルギーだと私は思っています。っていうのは天皇星がもうこの直後にね、すぐイングレスするということは大きなシフトが起こってきます。特に、えー、今度のウェブナーで詳しくお伝えしますけれども、大石座というのは地のエネルギー、それもフィックストサインです。ですから、じ、まあ、あの、コンシャスネスアストロージュ入門コースの、えー、アーキタイプを勉強なさっている皆さんは、ニハウスをお牛、大石座のテーマ、あの、ね、まあ、 あの、金星がルーラーですけど、このエネルギーをよく、えー、理解してくださってると思いますけど、ここは私たちが自分の体、ね、という器にですね、スピリットを、私たちの魂の精神をね、入れ込んで、現、えー、化していくエネルギーのとこですね。で、そ、ですから非常にこう、 なかなか変わりにくい自分の価値観とかも表すところです。そこを大きく変えていけるところ。だから本当に自分の内側をよく見,見てですね。そして本当に私が今生きている生き方は、自分を本当に大切にしているものを大切にして生きているだろうか。自分をちゃんと価値を置いてみてるだろうか。自分との関係づくりはちゃんとできてるだろうか。人から好かれること。 アプローブしてもらうこと、承認してもらうこと、そればかりを追い求めて、基準を外に置いて、その基準に合わない自分はダメだダメだというような生き方をしている方は、もう一度、しっかりと原点に戻って、自分の時間をしっかり持ってですね、内側を見て自分らしい生き方を、一つでもいいから、こういうふうに、こういう生き方をしたいっていうことをしっかりとアファーメーションするのが、この新月だと思います。したいからといって、突然何か急に変えることは難しいかもしれない。 そして、こんな生き方をしたいなと思うけど、でもでもと、そう思った矢先から、でもこんなこともあるし、こんなこともあるし、不安だしと言って、いろんな言い訳でそれをさせないようなことを見てしまうのが、私たち、恐れで生きている時の私たちですけれども、そういう自分がダメだじゃなくて、そういう自分があったとしても、そこは、そういう怖いんだね、わかるよという自分もしっかりと抱きしめながら、でも、やっぱりこんな風に生きていきたいなという種をまいて、 そして、そ、それをどうやっていけるかわからないけど、今、今日一つできること。何か自分にご褒美をすること、自分が本当にやりたいなという思うことをする時間を5分でも10分でも取ってみること。そういったことから始めるということが、今、とても大きくこのチャリオットの勝利に向かっていく、新しい旅、新しいフェーズが始まっていきます。わかりますか だから、この新月、本当と大事なんですよ。あと2週間ありますからね。だから、この新月に向けて、新しい種をまいて、新しいエネルギーを宇宙からサポートのエネルギーを受け取るためにも、このサソリザの満月でいろいろリリースしたものをもっと、もっと続きをね、しっかりと自分の内側を見返っていろんな不安とか、感情が出てきた時に、サソリザの木星が今、本当に深いシャドウワークを私たちにさせて、あの、 あの、与えてくれてますから、チャンスを。それをしっかり取り組んでいってください。えー、この15日までの間に、いろんな断捨離をすることもとても大事だと思います。いろんなものをですね、しっかり整理してですね、もうこれは古くなったからやらないという形で出していくと、新しいものがどんどん受け取れていきます。ね。ですから、ぜひぜひ、そういったことを、えー、なさっていくことが、この新月とても大切なんじゃないかなと思います。そして、えー、20、 5月の、えー、ごめんなさい。これ、満月ですね。5月の15日はですね、これが、えー、この16に15を足す、一と5を足すとですね、また6を足しますから、22になるんですね。これまたマスターナンバーですよ。だから、この、おう座の新月がどれほどパワフルかわかりますかねまず今年が11というすごいマスターナンバーで、 そして16はタワーが出てきて7でしょでも、その直後に16の象徴である天王星が大下に移っていく。ね。で、はっきり、あの、天王星というのはある意味、スカイ、ヘブンを表します。ね。そして、大座というのは地、地のエネルギーそのものなんです。空と地球が一緒になって新しいものを生み出していく。本当にこんな風に行きたいっていう時にそれを具現化していきなさいというエネルギーを象徴しているところで起こる。 に、天皇戦が84年ぶりに入っていくこの瞬間、その直前で起こる新月。そして、この新月のメッセージの、えー、15日はですね、これ世界中15日なんですけれども、22というマスタナマ、これはマニフェステーションのマスタナマです。11は非常にピュアなスピリチャルな えー、狭き門から入れじゃないですけれども、本当に、えー、このゲートウェイの中で自分がここで行くんだという宇宙の真理に、と自分の魂の声にしっかり聞いて前に進んでいくエネルギーが、えー、今年はそういう出発のエネルギーですけれども、それが22になって4ベースができるんですね。だから、あのー、本当にこの新月は、もうゲームチェンジャーになると思います。 このタイミングで私がまた日本の皆さんに、あの、書いてですね、えー、少人数ですけども、フェイストゥーフェイスで個人鑑定をさせていただけるチャンスをいただいたのも偶然じゃないなと思っています。ねえー、帰ってきてすぐにですね、えー、6月は皆さんにウェブナーを差し上げますから、ぜひ、えー、ウェブナーもですね、ここでね、 私はこのウェブナーを通していろんなことを気づくぞという形で、えー、アファメーションで入れていただけると嬉しいなと思うんですけど、サビアンシンボルは、えー、お膝25度になりますが、広い公共の公園というシンボルですね。英語でいくとこれ、a large well kept public park っていうんですね。大きなですね、公共の公園なんですけど、非常によく手入れされた公園なんです。ですから、これというのはやっぱある意味、あの、なんていうのかな、 あの、ここで書いてありますけど、social s t r e n g t h of collectiveness。集合意識の中の集合的な公共ですから、なんかヤギ座的ですよね。今ヤギ座の土星と冥王星いますけど、で、これからちょっと新月図をしっかり読んでいきますけれども、それが、あの、power of traditional culture。座というのは非常にトラディションとも関係してきますね。まあ、あの、カニ座とか土星があるんですけども、このヤギ座の冥王星。ちょっと先見ていきましょうか。 ね、えー、このヤギ座に冥王星が入ってきて、今、えー、つい、えっ、ー、と、4月26日に、えー、この火星とぴったり重なりましたね。で、新しいこの火星と冥王星の、えー、フェーズが始まってきています。で、その瞬間で、こう、あの、あのね、えっ、ー、と、火星は、この新月の時に29度、これもクリティカルデグリーですね、の、えっ、ー、と、ヤギ座にいるんです。ヤギ座というのは、ある意味コレクティブな集合意識、公共の よく整えられた公,公園というのは、この矢木座そのものを表す気がします。で、そこにですね、えー、そこに、えっ、ー、と、なんていうんですかね、あの、だから、なかなか変わらずにずっと、あの、持ち続けられてきたような公園。そこが象徴されている大志座のところで、えー、その瞬あちょっと後で天皇聖が入ってくるということは、やっぱり今までずっとですね、 社会の仕組みとか、コレクティブの中で、ここは絶対大丈夫という安心感を与えて頼、頼、れても大丈夫だった仕組みが今大きく最後、この点、ヤギ座のね、あの、仕組みですよね、社会の仕組みとかね、私たちの今までしがみついてきた、その、セキュリティ、ね、安心できるというところで安定があるからといって公務員を選ぶとかね、そういう生き方が今大きく、 シフトするエネルギーに来てますから、本当に自分が大切な生き方をしなければ、そういったものがどん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 今、この冥王星が2008年にヤギ座に入ったところからいろんなシフトを起こってきて、この天皇星とスクエアを何度も取ってきたんですけれども、ここの最後のフェースのところで、またこの天皇星と冥王星、今、10度近く離れてきているんですが、まだスクエアなんですね。ここをリアクティベートしているのはこの火星なんです。この火星はピッた パリりとですね、押しつい座29度59分にいる天皇星とスクエアをとっています。ですから、やはりこのカーディナルサイン、活動級の29度のあたり、28から29度あたりに星がある方は、ものすごいシフトのエネルギー来ていますからあー、誰によりもここはしっかりとですね、取り組んでいただきたいなと思います。えー、私の先ほどのちょっと お見せすると、私の場合もですね、えー、ここに海王星が私は29度であるんですね。で、天皇星とぴったりスクエア取っていて、私の天皇星もともと、あの、スイス、あの、8ハ,ハウスのカニザの28度、えー、17分のところにあるんで、えー、13分かな。うん、ここ、かなりきつい、えー、なんですか、えー、t スクエアもできていますね。それに、この、 か、火星が来てて、ものすごい厳しい不動級のクロスができています。そして、天皇星は私の火星とまだ重なっていて、この元木星がある獅子座の21度とクインカンクスがそのままできてます。アセンダントは月と一緒です。とにかく、そしてね、あの、もうとにかくこの、そしてこの24度36分の新月は私の金星と非常に近いところで合うになってるんですね。もう私は今本当に これでもかこれでもかというぐらいいろんなところでアクティベーションが起こっていて、サンタフェにいるときも、マリイ先生からも本当に花見はすごいねって言われたぐらいなんですね。だから、やっぱり、今、私自身も本当に今まで2年ちょっとやってきて、これから大きくシフトして、ベースを作ったところで本当に自分をもうちょっと開いていくときが来ているんだなというふうに思います。ね、えー、今週のオラクルカードリーディングも35番のサクセスを引きましたしね。だから、 あの、多分そういったエネルギーが今来てると思うんですけど、皆さんはどうでしょうかね皆さんの出生図と一緒にですね、20円を作ってこうやって見ていってください。えー、この辺の読み方みたいなことはですね、コンシャスネスアストロージーの入門コースを取ってらっしゃる方は割とできると思うんですけども、えー 詳しくこれをどうやって読んでいくかというのは、えー、今年の10月以降にですね、皆さんにご提供する、いよいよ、えー、入門コースではなくて、初級コースから、詳しくいや、実際のホロスコープの読み方を皆さんにご提供していきたいと思ってますから、楽しみにしていってください。えー、この20円の作り方とかはですね、あの、アストロゴールドならできますので、まあ、えー、っと、ちょっとごめんなさいね、アストロゴールドのウェブナーがなかなかできないんですけど、 まあ、お約束したのでできる限りやっていきたいと思っています。えー、US の皆さん、まあ、ロミーター、カルフォルニアのロサンジェルスあたりで撮るとですね、えー、皆様ですね、29度のところ、あの、大舌が、あの、頭になってきますね。そして、プルートと、えー、この、あの、火星がですね、ジュフハウスにあるんですけれども、まあ、えー、皆さんどう、どう,な,どうなっているでしょう。自分、皆さんの地域で出して、自分の出生図と重ねていってください。さて、 えー、このね、火星が今とても大きな、あのー、 今年はですね、役割を果たしています。えー、最初に、えー、土星と火星がまずコンジャンクションしましたね。そして4月の26日に21度で、えー、火星が重なって、今29度でこの新月迎えるんですけど、その時にこの天王星と火星がしっかりつくを雇ってますよって皆さんお伝えしましたけれども、えー、前回の5回目のウェブナーで火星の逆行のお話、火星の逆行だけではなくて火星がどんな星かということの基礎知識と、えー、このずっと あの。 火星が、あの、コンジャンクトを取っていくことで、世の中の流れ、そして自分の中のサイクルの流れを、えー、大きく見ていくときに火星をしっかり読むということがどんなにパワフルかということを皆さんは勉強していただけたと思います。まだ、えー、よ、あの、ご覧になっていらっしゃらない方はですね、今も受け付けてますので、えー、リンクは下に貼っておきますから、ぜひぜひご覧になってください。その時に皆さんにお伝えしてるんですけど、この29度はとても大切なところです。なぜかというと、 えー、火星が、えー、6月の27日頃から逆行を始めるんですけれども、えー、逆行を始めて、ずっと、えー、まあ、あの、えっ、ー、と、水が目の9度ぐらいまで行くんですけど、今ちょうどこの濃度があるあたりまでね、行くんですよね。ちょっと先まで。そして、ぐーっと戻ってきて、戻って、また巡行に戻るのが28度ぐらいなんです。この辺なんです。ですから、もうすでに、この数日前から、えー 火星の逆光のシャドウフェーズに入ってるんです。シャドウフェーズに入った途端の新月なんですね。だから、この28度、29度あたりにカーディナーサイン、特に活動、あの、天秤座とかね、この、ヤギ座にある皆さんは、ここ、ここ本当にアクティビエントされます。ですから、そこにどんな星があるか、どんな感じ点があるかわかりませんけれども、この新月は、あの、この火星をしっかり使っていくという、とても大切な、えー 時になってきますよ。ね。そして、えー、あのー、このサビアシンボルに戻りますけれども、このね、広い公共の公園が象徴されている、ずっと変わらずにこう、メンテされてきたもの、そこにね、大きく変容のエネルギーが来てますから、もっとレベルアップしていく。確かに歴史的な伝統的なものも大切にしながら、 おしざとにそういうところはありますから、伝統とても大切します。でも、も、それを進化させていくには、それでいいやって言ってるだけではいけない。そこを大きく進化させて、何か大きな具現化をしていくようなエネルギー、もうちょっと基盤を成長させていくようなエネルギーが、この新月のエネルギーじゃないかなと思います。で、えー、22番はですね、タロットで言うと、ゼロのフールのカードになります。ね、これは本当に、 もう宇宙を全択して信じてですね、自分のハートで、えー、開いてですね、あの、前に行こうとするエネルギーですよね。そして、えー、それをリデュースすると4になるとエンペラーでですね、4ハウス。もう自分の一番ベースになるところをしっかりと作っていく。そこを大きく拡大させていくようなベースをしっかり作っていくのがこの新月、ね、のメッセージのとても大切なところだと思います。 さて、えー、満月の方に行きますけれども、満月は、えー、満月データからきますかね。満月はですね、えー、アメリカも日本も5月の29日になります。US は朝の7時19分。これはパシフィックスタンダードタイムですね。カルフォルニアのタイムですけれども。そして、えー、日本の皆さんの場合は夜の23時19分。もうほとんど20、30日に近いところで、えー、太陽は双子座の10度8分。 そして、えー、月はですね、サソリ座じゃないですね。これ、イテですね。ごめんなさいね。大急ぎで作ったので。イテ座の10時、えー、8分で、えー、起こります。ね。で、えっ、ー、と、同じように5月がずっとこのタワーの16のエネルギーが来てるんですけど、16、7のね。29日はどうなるかというと、これに2と9を足していくと27になるんですね。 27というのは2たす7で9になりますから、やっぱりここでね、しっかりとこの新月で種をまいていった時ときに、大きくこう、新月から満月に向けて9で、さっと変わっていくような、シフトしていくようなエネルギーが来ているような気がします。ね。えー、実はですね、29度というのは、えー、タロットでいくと、ワンドのエースなんですね。で、ワンドというのはこれ火のエレメントですよね。ですから、あやっぱりこの、 カイロンがおひつに入ってですね。で、えー、この天皇星に、が、えー、おひつらに入っていくという、何か新しいものが入っていくというところで、何か皆さんの精神性、魂の声、そういったものをしっかりとですね、私はこうやって生きるんだというふうに、ここで、もう一度、よーく見返って、古い恐れとかいろんなものはどんどん手放していく。 ことをしていく。何か大きな、これは本当にポジティブなエネルギーですね。そして、この27は、タスト9るの9は、ハーミットの、あの、賢者のカードですよね。やはり今月は、えー、やっぱりじ、意識してですね、自分の時間を必ず取ってください。自分の時間を取ってリトリートする時間を、どんなに忙しくても10分でも5分でもいいですから取ってですね、自分と常に向き合うということをすることが、大きな、 えー、大切なエネルギーになってると思います。もう本当にこのパワフルな5月のエネルギーを活用していただくために私が皆さんに本当にお勧めしたいのは、もう先月からずっと言ってますけど、必ず自分の時間を持ってください。そして、天皇星が大地座に入るということは、この物質、私たちの体にですね、スピリットが入ってくることですね。大地座のエネルギー、はそういうエネルギーですけども、あの、本 と自分自身のユニークな自分でいることを許すときなんです。周りの社会の基盤に合わせた自分ではなくて、自分の内側から、ほん、ひしひしと感じられるような自分らしい生き方。 私たちはともすると常に常に小さい時から先生に言われて褒められる、親に言われて褒められそう,そう褒められて嬉しいから、その相手の期待に合わせて自分が本当にやりたいことよりも相手を喜ばすことだけにこう、をやってきてしまって、そう、そうやって生きているとみんなからいい子だね、なあの,あの、うん、いい人だねって言われてですね、それで、あの、満足してしまって生きてきている可能性があります。だけど、 あの、今、それがすごく生きに二く感じてらっしゃる方は、今、大きなシフトしていくチャンスが来てると思います。あの、心から、周りがみんな言うの、の基準が、自分の中の基準と合ってるものは、どんどんそれはしていくべきだと思うし、していった方がいいし、宇宙の本来の、こう、真実っていうんですかね、そこに合ってるものはね、いいんですけど、でも自分の内側の魂が本当にしたいことを、 無視し続けて生きると必ず自分の内側の中で無意識の中でいろんな思いがエネルギーが溜まってエネルギーの流れが出てきませんからどうしてかわからないけどウキウキできないワクワクできなくなってしまうんですだからワクワクしてきた方がいいってわかってるんだけど自分が何がワクワクするのかもわからないっていうふうにね麻痺しちゃってる方も多いかもしれません そういう自分に出会った時も、そういう自分をまずしっかり受け入れて、じゃあ自分が本当に好きなことは何なんだろうってうことを自分に問いてみ、ってみましょう。自分の時間を取って、本当に自分がやってみたいなと思うこと。や,やっぱりちょっと一日でもいいからゆっくりしてみたいな。何にも考えずに。と言ったらリトリートして、どっか、スパーかどっかに行って、言ったりするのもいいかもしれません。プラッといい。一日だけ時間をちょうだいと言ってですね。えー どっかに行くこともいいかもしれません。それから、だ、大好きなものを一つ作って、これは思いっきり食べるぞと言って食べるんでもいいんですよ。とにかく自分が本当にしてみたいなと思うことを、何か小さなことでいいから自分に一つ一つ許していく。そうすることで、少しずつ何か自分が、ああ、これはやったら楽しいな。これはもうやりたいと思ってやってみたけどそうでもないなということが分かってきますから、そういった種まきをしていくのがとても大切なこと。 ね。そして、えー、ちょっと、新月図を、満月図を見ていきますけれども、満月図は、えー、東京の皆さんの場合は、アセンダントが、えー、水亀座の17度なんですね。で、これがね、また私のですね、太陽と月の、 えー、ミッドポイントというのがあるんですけど、皆さんの出生図の中の太陽と月のを足して2で割った、まあ中間のところをミッドポイントというんですけど、それ非常にあの大切なポイントなんですね。で、私の場合はミッドポイントがここには書いてありませんけれども、これまあ私のあのネイタルチャートに今度のフルムーンを重ねた20円ですけど、私の、えーえー、このアセンダント17のここのところがちょうど太陽と月のミッドポイントに当たるんですね。 だから、この、新月も満月も、私も、まあ、月と5、こ今度は、センダントが、ね、あの、私のミッドポイントと、こう、それも、私が、たまたま、その、両方を、日本の東京で、迎えるということは、偶然じゃないなと思っています。何か、私にとっても、大きなアクティベーションが、本当に、えー、 起こっているんだなというふうにつくづく思います。で、この時、え、明王星はもう逆行し始めて少し20度ですけど、まだ重なってますよね。そして、月がですね、この時は、えっ、ー、と、太陽が8度10分、月が8度、8度10分なんですけど、私のノースノード、サウスノードとピタッと重なってるんですね。えー、1度ちょっとぐらいしか違わないでね。ですから、 で、水星がぴったりとですね、またこの金星と重なってますしね。いろんな意味で本当にあの、まあ、これはどういうことなのかなって自分で考えながら、いつも自分の中で振り返ってるんですけど、皆さんのは20円を作ってですね、どうなっているかちょっと調べてみてください。この17度というのは私のこの木星のポラリティポイント、目安のポラリティポイントも近いので、やっぱり私はこの水亀座のサンハウス。やっぱり水亀座というのは、 えー、インターネットなんかも表しますから、そしてインターネットを使って、えー、遠く離れている、えー、時間と空間を超えてですね、瞬時に皆さんにこうやってメッセージを伝えられる、こういう、 え、仕事を自分で仕事と思ってやったわけじゃないですけど、やりたいことをやっていったっていうことは、私のこのミッドポイントを大きく活かしていく大切なテーマになってるなとすごく思います。そして私はもともとカイロンが10度に水亀座にいるので、まあ、水亀座のテーマ、この3発のテーマのカイロン、このヒーリング、癒や,やしがすごくできてるんですね。これがどういうなことかというようなことはですね、今度のウェブナーで、えー、詳しくお話しできませんけれども、両方ね、 一回一回のウェブナーでも足りないぐらいのものを2時間でコンパクトに収めますから。まあでも、回路がどんなものか全然わからなかった方はも多少わかると思いますので、ぜひぜひ、えー、ご参加くださいませ。ね。はい。ということで、えー、サビアシンボルなんですけど、双子座の11と太陽はですね、新しい体、えー、体験の新しい機械を開拓民に提供する、新しく開かれた大地と。 まさしくこの双子座ですけれども、大座って大地じゃないですか。ね。ね、そ、そこに新しく開かれていると。でね、あの、新月の皆さんのアセンダント、伊手座の22度というのはね、確か、あの、新しく入国審査を待っているね、移民の集団というサビアンなんですよね、私の22度は。で、この、うん、まあ、池田ですしね。だから私が木星も旧ハウスにありますから、 えー、シ獅子座でね、21度で。まあ、私、大体こういう人はね、日本に住んでないですね。こうやって外国に来ていること多いんですけど、まあ私は本当に自分の、えー、ネイタルチャート出生図のブループリントをそのまま活かされてきているんだな、というふうにつくづく思います。さあ皆さんのブループリントを読んでみませんかね、えー。もちろん、詳しく読んでいくのは非常に難しいですから、 あ一緒に一緒のリーディングで詳しく私もお手伝いをしますけれども、えー、それだけではなくてご自分でもこの、えー、ホロスコープのね、チャートのエネルギーをしっかりと分かるようになってくると、本当に人生がナビゲーションした、しやすくなります。ね、私は本当にこの進化、あ、コンシャーセンスアストロージーは人生のナビゲーションする。 魂のナビゲーションツールだと思ってますので、皆さん一人でも多くの方に、えー、学んでいただけたらと思って頑張ってるんですけども、本当にこういう太陽が、この双子座というマルティカルチャーを表すような、お,お勉強するようなところで、ここで新しく開かれた第一のところで、月は伊手座の11度。ね 私の、えぇ、ー、のその度があるところですね。9度、ちょっと過ぎ10、10度近いんですけど、ミンで取ると11度になりますけど、古代の神殿の左側の部分で、ランプが人間の形の容器の中で燃える。ですから、やっぱり古代からずっと神殿の中で引き継がれてきた、宇宙の英知みたいなもの。その左側の部分で、左側というのはある意味受け取るエネルギーですよね。そこでランプが人間の容器の中で燃える。 ね。人間の形をした容器というのは私たちの体そのもの、これ、ウシ座のテーマじゃないですか。そこで、宇宙のスピリット、精神が燃えてるんですよ。まさしく、こう、あの、天皇星がウシ座にイングレスするのを象徴してるようなサビアンだなと私は思いました。ね。はい。 えー、ということで、ざっと皆さんにはお伝えしましたけれども、実はもう一つこの満月でとても大事なことはですね、満月はこのように8度、8度で来るんですけど、とあの東京の場合ね、えー。この時はもうすでに、えー、天皇星は、えー、水が目ざに、ごめんなさい、大座に入っています、えー。ちょっとその前に大座のイングレスした図を見せると、皆さんの場合は、えーと 5月の16日の0時16分に入ってますけども、えー、皆さんはこれはなんか2ハウスの終わりの方ですね。で、ここも水亀山18ですよね。今回の満月は17度ですけどね。で、この火星とか全部、あの、12ハウスに入ってますから、これもなんか象徴的だなと思います。木星は9ハウスにいますよ、ね。本当に深くシャドーワークをする中で、やっぱり自分の時間をしっかり取るということ、とても大事だと思います。ここに、 あの、濃度も来てますからね。で、えっ、ー、と、この満月の方なんですけど、満月の火星は今度は、えー、だいぶ離れてきてですね、水亀座に入って4度に入っています。で、えー、濃度は7度なんですけど、この水亀座の4度のこの火星で満月が起こっているというのは、とても象徴的です。ここはですね、 実は、えー、この間の水がめ、えー、ごめんなさい、えー、第5回の火星の逆光の、えー、ウェブナーをご覧になった方は覚えてくださってると思うんですが、もし忘れちゃったんだったらもう一回見直しましょうね。今日は特別に大サービスでそのことを皆さんにお伝えしますけれども、実は、えー、7月の28日に、えー、満月が起こります。いいですかそこがですね、獅、え、子、ー、座の4度。 に太陽があって、満月は獅子座の4度残るんです。その時火星は3度58分、ほとんど4度なんですけれども、こ、この満月が、あの、5になっています、火星と。で、この時がですね、太陽とぴったりオポジションになってますから、もうこの時火星は逆行してるんですけど、6月から逆行してきて、7月28日でこの回帰月食で、えー、火星と太陽がオポジションになるということは、逆行のピークになるんですね。一番地球に近いところで、 火星がいますこのタイミングで怪奇結晶が起こるんです、皆さん。日本では見えませんけれども、あの、ちょっとこれ、あこの、地平線の下に起こっても、入ってますからね。ですから、これすっごい大切なポイントなんですよ。それが今回の満月でアクティベートされてるんです、火星が。この火星は、あ、これ新月ですけども、こっち満月ね。だから、新月で、新月の火星は、ちょうどレトログレードのシャドウ、 ピリオイドが始まって、シャドウ期間が始まった直後。そして、今度の満月は、あの、えー、逆光が始まってから逆光のピークのところで起こってますから、この新月と満月でしっかり種を巻いて、いろんなことを、こう、育んでいく、モーションを意識して起こしていった時に、もう一度持った後から逆光でですね、またここをリアクティベートして見直す機会を、私たちは再度もらえるんですね。 ですから、そこをちゃんと知った上で、今この新月満月を迎えるのと、知らないままただただ,だだと過ごしてしまうのは全く違う。本当にこの新月と満月は、ゲームチェンジャーです。これ、そして、また2年後に逆、火星が逆行してきたときに、また非常にこの辺をアクティベートされますから、えー、そう、そういったことをよく頭に入れてですね、そういうことを知ってですね、自分の、 これからの方向性をどうやって変わっていかなきゃいけないエネルギーなんですよ。とにかく。ね。で、明星と天皇星がもう2011年に天皇星がおし座に入った時からですね、スコアを何度も繰り返して私たちに変われ変われというエネルギーが来てましたね。それが精神性だけ変わるんではなくて本当に具現化していくエネルギーとしておし座に天皇星が入っていって、そして2020年にヤギ座の22度で 今度は土星と冥王星がコンジャンクションになっていきます。この辺のあたりのことは第3課のウェブナーで詳しくどんなこと、どういう配置になるかというのをお話ししてますけれども、えー、それがどんなエネルギーでどうやって活かしていくかというのは今後また有料のウェブナーで皆さんにお話ししていきますけれども、本当にもう一度そこがすごくアクティベートされてくるところなので、そこに向けて今ここをね、生きる、この新月と満月をしっかり生きていくということがどれだけ 大切なことかというのは皆さん分かっていただけるんじゃないかと思います。えす、ー、べてのことを皆さんにお話しすることはできないんですけれども、あの、私の言ってることが全部分からない方は、また過去のいろんな動画を見ていただいたりとかですね、ぜひぜひコンシャスネスアストロージーを、の講座、それから有料のウェブナーも、前に配信したものも今も受け付けてますから、ぜひぜひ、えー、それを使ってですね、お勉強なさってみてください。はい。 ということで、えー、本当にパワフルなエネルギーが来てるんですけど、あの、もう一回まとめるとね、やっぱり、今とても大切なことは、いかに自由に自分が生きていくかということを許していくときです。こ,この2011年は、2018年は、11の年、ジャスティスですね、ストレングスの年ですね、そして2のエンプレスのエネルギーじゃないですか。本当に、えー 自分のユニークさをしっかりと意識して自分のシステムを自分本来の魂のシステムと合わせていく、アライメントを取っていく大きなチャンスです。か、必ず変わらなければいけません。自分で意識してこう変わろうというふうにしていったときは、これは宇宙からそのシフトを応援してくれる変わっていくエネルギーが来てますから、そのように変わっていきやすくなります。もちろん思った通りには変わらないかもしれない。 必ずなんか壁にぶち当たると、また、えー、波が寄せてきてそちらへ、えー、流されていくこともあるでしょうけど、それは宇宙を信頼していくとですね、自分が宇宙と繋がってる自分の魂を信頼していくと、必ずその流れが来たところに流されていきながら今を生きてると、ああ、これを学ばなきゃ次行けなかったんだなっていうようなことが分かってきます。それをしないで、今までの不安で生きてる自分で、 嫌だ嫌だと変わらなきゃいけないもっとこんな風に行きたいでもできないという風にですね言い訳して自分を変えようとしていない場合は宇宙のこのタワーのカードはそこにドカーンと稲妻で人がこう落ちてますけれどもそういう形で嫌な形で絶対変わらされますだからどうせ変わらなきゃいけないんだったら私はこんな風に変わりたいっていうことを今からね種をまいて宇宙に言ってね そして私はこうやって変わっていきたいので、どうやってそれ変われるかわからないけど、精一杯自分ができることは今を生きますから、どうか道を見せてください。応援してください。サポートしてくださいというふうに宇宙を祈ってですね、毎日を生きていくとですね、こうやって前進していけるんですよ。そうやって私は、この2016年のお正月から星を見つめるゼブサを始めて、 最初はどうやって食べていけるかもわからなかったけれども、2年ちょっと経った今、皆さんが受け取ってくださったその愛のエネルギーとお金が循環してですね、私がもう本当に毎月、毎週、毎週オラクルカードを皆さん提供して、エジーナビを提供して、今回29、97番目のエジーナビですけど、ここまで来れた。 皆さんが受け取ってくれたから来れたんです。でも私も喜びでお伏せと思って皆さんにそれを提供してきました。そういうことでエネルギーが循環してきて、こんな生き方ができる。宇宙とコークリエーション、共同創造ができるときの、あの、 具現化のエネルギーの速さというのはすごいです。それがもっともっと加速していくのがこの水がめ座のエネルギーです。ですから2020年に土星と木星が揃って水がめ座ー度にイングレスしていきますけれども、その前哨戦が今年のこの5月のエネルギーです。 そこを皆さんに本当に一日も早くお伝えしたいので今日5月1日にこの動画作ってますけれどもどうかこの私の愛はしっかり受け取っていただいて何か皆さんができることをですね宇宙を信頼して一歩踏み出してみてくださいこの新月でそして満月はしっかりとワンドでこういう言い方をしようとそして自分の 時間を持ってリトリートして自分の内側をよーく見返る時間を持ってください。そして自分、本来の自分に正直な生き方を小さなことから始めていきましょう。自分が好きだなと思うことを大切にして生きていきましょう。そして、えー、自分の可能性をね、大きく想像して、イメージしてください。こんな生き方がしたいなと思った途端に、でもそんなことできるわけないよね。お金ないじゃない。子供もいるのよ。え なになにっていう、マインドはいろんなこと言ってくると思います。マインドは私たちの自分の経験で理解できたものしか理解できないので、何かしよう、こんな風に行きたいなと思っても、言ったい先からいろんな声を出してきます。でも、今は、この満月、この新月は、本当に大きくこの5月はね、私こんな生き方したいっていうのは思いっきり、もう、 無条件にこんな生き方ができたらいいなっていうことだけをね、思い浮かべてみてください。それ、それを具体的に自分の中でイメージできたときに、私たちはそれがエーテル体のところでですね、そういうイメージをもうクリエーション始めてるんです。種をまいてるんです。私も本当にホロスコープ、あの、進化先生学というかね、このコンサステンスアストロージーを が本当にパワフルでこれを学びたい、これを伝えたいと思って始めたんですね。誰が聞いてくれるかわからなかったけど、まずはオラクルカードから始めて、オラクルカードを引きながら、いろんなお話,の話を皆さんにお伝えしてきました。それでどうやって本当に食べていけるのか、生きていけるのか、莫大な借金を毎ち返さなきゃいけないのに道がつくのかわからなかったけど、でもやってみようと思ってやったんですね。そしたら、道がついてきました。やっぱり、それはすぐにはできないんですよ。 いろんな試行錯誤を繰り返しながら今を生きて自分の不安、不安でいる自分とも向き合いながら今を生きてきたときに本当に自分が大きな愛のエネルギーで宇宙のサポートをたくさん受けていることを気づきました。私はそれを喜びで受け取りますと宇宙に伝えました。受け取るから見せてくださいと。そして受け取ったときにできるかなと思うことは一つ一つやってきました。 そ,そうやって生きることで本当に自分の人生を生きていっていいんだなっていうことをやっと60になって今もう62ですけど私は心の底からそういう生き方ができるんだよと思います。これは私が特別だからできてるんじゃないんです。皆さん一人一人がそういう生き方をしていい時代が今来ているんです。それを作っていくのは私たちが一人一人がそれを作っていく時代です。 これからも日本は大きな役割があるでしょう。ね、火星の逆光のウェブナーでもお伝えしましたけれども、え地震とか災害も起こってくると思います。ね、天皇星が大下に入るということはいろんなファイナンシャルなこともいろんなことが起こってくるでしょう。でも大切なことはそういった外側のいろんなエネルギーに翻弄されるのではなくて常に自分が、自分の中心がどこなのかということ。自分のハート。 宇宙の太陽のクリエーションと自分の皆さんの内側にあるインナーハウス、インナーサンね。そして地球の中にあるあのインナーアースサンと一緒にしたときにね、しっかりとエネルギーのクリエーションの信じられないようなマニフェステーションのエネルギーが出てきます。そこを皆さんに本当にお伝えしたいなと思って今日は動画を作りました。 はい。しばらく NGW1 ヶ月お休みさせてもらいます。オラクルカードリーディングもあと2回できて、次はちょっとお休みするなくちゃいけないと思うんですけれども、えー、どうか皆さん、これからも引き続き、えー、星を見つめるエをよろしくお願いします。そして、5月15日から、えー、あの、3回続けてですね、毎月、えー、有料ウェブナーを皆さんにご提供していきますから、一人でも多くの皆さんに参加していただけると嬉しいです。はい。それでは、 えー、長くなってしまいましたけれども、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。もう一度最後に、えー、星読見つるずるぐさんの第6課のウェブナーは、えー、あ、これも間違えてましたね。これ2000ですね。2018年 6, 6月16日の午前10時から12時で皆さんにご提供します。受付は、えー、 5月15日から始めます。はい。皆さん素敵な新月と満月をお作りくださいね。本当にいつもたくさんのありがとう。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。Thank you so much and so much love.